もだまだし宿も東海オンエアの夢丸だ。一週間が経ちましたけども、そうですね、今日が最終日ということで、はい、勉強になった。声の張り方だとかリアクションとか、編集はなんかちょっと成長したのかな、うん、変わった自分でまた戻れるかな。この前の夢丸企画のやつもそうだし、夢丸が編集したやつもそうだし、成長したなっていうのは俺もすごい感じたし、自信持ってやっていけるんじゃないかな。自分に自信持ってもらうってのがやっぱ一番だからね、うん、もう YouTube 下手ではないんじゃないか。企画力も素晴らしいし、嬉しい。いや本当に、いや懐かしいなって気分にもなれたし、すごい良かったなって俺は思ってる。泣きそう。いやお疲れ様、本当に。あのね、帰る時多分ね、うん、泣くんだよ。いやもう泣いてんだよ。ありがとう。いやいいんだいいんだ。ということで、哲也から言いたいことというか、あ、はい、があるらしく、電話をおつなぎいたします。はい、俺も実際哲也が何を言うのかは分かってない。最後の動画回してる時に伝えたいことがあるから電話をしてくれって言われたから。はいはい。もしもし。あ、お疲れ様でした。我らが師匠の凄さってものを一緒に過ごして感じれたんじゃないかなと、一視聴者としてね、その動画を見させていただいて、まあ、本当に夢までの良さが引き出してもらえてたなと思っていますので、それと同時にさらなる成長できる、まだね、伸びしろの部分が多分だいぶあるんじゃないかなってことに自分でも気づいたんじゃないですか。そうだね。開きかけた才能の目をこのままで終わらせてしまったらもったいないということで、うん、企画が始まる前に一つ決めていたことがあります。はい。いやだ。いやです。脱退ってこと？うわねえ哲也、それは違うよ。やばいよ、俺マジでやだ。マジここにいるってことがうざいじゃなくて、うん、俺家帰りたいめっちゃ。お疲れ様です。はい、はい、脱退になっちゃって、だって俺教えて意味ないじゃん。脱退だったね。1年。で、まおちゃん知らなかったんでしょ。知らないよ。ここは打ち合わせしとけよ。見切り発信だと思うのよ、さすがにね、うん、今はとりあえず脱退っていうことで、メンバー全員見てると思うから、自分にとって東海オンエアってどういう場所なのか、どんだけ大切なのかみたいなのをカメラにしっかり伝えた方がいいと思う。僕にとっての東海オンエア、大人になってって遊び場がある友達がいて、その友達がいなくなる、東海オンエアから離れるっていうことが起きると、うん、僕本気で自殺します。本当にそんくらいなくなったら困るもの。今回1週間いろいろスキルを磨いて、じゃあそれをじゃあ東海オンエアでどうやって生かそう。企画とかも優しいみたいなこと結構言われてたので、うん、企画の考え方だとか、うん、墓地の付け方っていうのを学べたから、うん、成長した夢丸が戻って、うん、また新しい夢丸をすぐ出せるんかなっていうふうには、うん、即戦力になれると、なれるから、うん、何もなんかもう一回なんかメッセージ送った方がいいんじゃない。哲也、亮君、芝生、さん、としみつ、今まで結構自信がなくテンションも低いような感じだったけど、いろいろ多分迷惑というか編集の大変さとかをね、さらに上げてたかなって自分でも思うようになりました、うん、戻ってからもここで学んだことを生かして、本当すいませんでした、つまんなくて。よかった。じゃあこれからは東海オンエアで頑張れると。夢丸にとって東海オンエアがなんかそこまで大切なんだっていうのが知れて、哲也もすごい安心できたと思う、うん、ということで、ドキリ大成功。ということで、まあ、YouTuber といったら、まあ、ドッキリでしょってことで、最終日、僕からドッキリを仕掛けさせていただきました。うわ来ちゃった。いやー、しっかりと聞きましたよ。泣かせるね、こいつ。そのバイバイっていうので泣きそう。1年って言われたから。ちょちょちょ、シンプルに話しすぎる。1週間、はい、修行して成長できたかなと自分でも思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。帰る支度して明日も撮影早いでしょ。9時。9時ね。9時。いいなー。飯とかもちゃんと過去のやつを。いいなー、なんかめっちゃ羨ましいなー。そういうのね、俺の5周年ぐらい。